福岡市民が愛する長浜ラーメンとは、福岡ラーメン、博多ラーメンよく聞くけど、福岡市民が好きなのは長浜ラーメン。元祖長浜屋が発祥とされる長浜ラーメンは、博多の魚市場がある長浜という地域にあるラーメン屋のこと。有名なのはその発祥である元祖長浜屋。もともとは魚市場で働く人たち向けにやっていて、市場のせっかちな人たちにすぐ出せるように麺を細くして早く火が通るようにした。それでも早押して早押して言われるけん、固めでも出すようにしたら、なんか福岡市民全員に気に入られた。さらに早く食べられるように、一玉の量を少なくして、もっと食べたかったらおかわりができるシステム、替え玉を開発。このあっさりめのスープと細くて硬い麺を食べる文化が福岡市民に愛され続け、現在も長浜の地に福岡中からみんな食べていってる。福岡市民のみんな、みんなは長浜やったらどのお店が好き？おすすめあったら旅行に来る人たちにコメントで教えて。福岡のグルメはよかめしたい。